西日本支部の皆様、どうも僕です、翔太郎です。今月に入ってから路上が極端にできなかったんですよね。雨だの風が強いだの、まあね、箱だったらそんなお構いなしなんですけど、今日はちょっと調子に乗って7回もステージをやりました。本家でも言ってるんですけど、あったかい割に人が今日は少なめなので、ちょっとどうしたもんかなと思ったりはしていたんですけど、私ですね、今日は花粉症がひどくてですね、家にいた時はひどかったです。ただ点鼻薬をスッスッ打って、でまあ路上に来たらなんとかなりました。まあ家帰ったら多分大変なことになるんですけど、まあね、うちだったら別に鼻垂らしてようが、いろんなところをプシューッとこう唾飛ばそうが、別にうちなんで、まあ、迷惑かけることもないんで、まあ、それはいいかなと思うんですけど、皆さん花粉症とか大丈夫でしょうか。もう3月も半ばに差し掛かりですね。ライブの音もまあいっぱいやらせてもらってるわけで、京都もあるし、なんで笑ってんですか。静岡のワンマンもあるし、いよいよ間もなくもうリハーサルも始まります。その前にまあ一つ大きなものとして、前回のリベンジとしてですね、3月の21日ハチ様、今回はやってやろうと。今回は一人じゃなくピアノとサックスが入ります。もうちょっと調子に乗ってます。そうやって落とそうかなと思ってるんですが、まあ他のねアーティストさんたちもまあ実力派ばっかりなので、まあ自分の力が出せていつも通りやればいいかなとは思ってます。まあ遠いですが、来られる方はまた整理券とか出すかもしれないので、ホームページから目を離すな。ありがとうございました。翔太郎でした。